シンクの恐怖は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第7シリーズ第11話。脚本は、マーク・ゲイティス、監督は、サウル・メッツ・スタインが担当した。2013年5月4日に BBC1 で、初放送された。前半では、ビクトリア朝時代の探偵マダム・バーストラと、妻ジェニー・フリント、出事。 ストラックスが1893年のヨークシャーで行方不明となった友人11代目ドクターを捜索し救出しようとする。後半ではチームにドクターと彼のコンパニオンであるクララ・オズワールドが加わり、科学者研議士のギリフラワープ人の人類一層、選別計画の阻止に動く。視聴者数は647万人に達し、批評家のレビューは一般に肯定的であった。 本作は2005年に新シリーズが始動してから100番目のエピソードでもある。ドクターがヨークシャーに到着した際、彼はクララに一度なんかうるさい、オーストラリア人を送るのに苦労したよ。近くの空港にねと述べているが、これは主に5代目ドクターのコンパニオンであった、ティーガン・ジョバンカを彼が、4・ーツードゥームズデイからタイムフライトまでかけて、ヒースロー空港に送り届けようとしていたことを指している。 また、ドクターがクララに告げている、ブレイブハート、クララというフレーズは、ティーガンと話す際に、彼がよく使用していたものである。回想シーンでドクターは、死者の網膜には生前最後に見たものが、焼き付いているという古代ローマの名神を説明した。これは四代目ドクターが、宇宙の箱船で死亡したワンの網膜に、自身の精神をつなぐ前に、 宇宙ステーションナーバの乗組員に告げたものと同様である。クララが家庭教師を担当している家に到着した際、子供たちは1974年や1983年の写真をクララがタイムトラベラーである根拠として提示した。彼らが持っていた写真には1892年のクララ・オズ・ウィン・オズワルドとモンタギュー夫人の写真もあったが、 クララはその写真の時代の出来事を全く把握していなかった。シンクの恐怖ではバストラとジェニーとストラックスがスノーメンから再登場した。エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは物語が彼ら視点になることをラジオタイムズに伝え、3人が偶然にもドクターの通った調査経路をたどることに触れた。モファットは三人組の視点からエピソードを書くことを計画していたが、 自身には書けないであろうことに気づき、友人であるマーク・ゲイティスに声をかけた。本作は、ダイアナ・リグとその娘レッツェル・スターリングのために、特別に執筆された。両者が同じ画面で共演するのは、本作が初めてであった。ゲイティスは、スターリングと共演したことがあった。スターリングは、リグと共に姿を見せたことがないことに触れ、それを受けてゲイティスは、設定を工夫し、二人に、 ドクター風のエピソードへの出演を打診した。スターリングは台本について面白くて独創的だと述べ、ついに時が来たと感じたと語った。ゲーティスは、リグがドンカスターなまりを初めて使える北部を舞台とするドクター風のエピソードを執筆したかったと主張した。撮影は2012年7月2日の週に始まり、ロケ地はケアフィリのビルトタウンとトニー・レフェルが選ばれた。 シンクの恐怖は、イギリスでは2013年5月4日に BBC1 で初放送され、当夜の視聴者数は461万人であった。最終合計人数は647万人で、第7シリーズでは最低視聴者数を記録した。アプリシエーションインデックスは85であった。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクターの 第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、Hulu で順次開始され、シンクの恐怖は2014年に配信が開始された。シンクの恐怖の批評家のレビューは一般に肯定的で、あった。デイリー・テレグラフのベン・ローレンスは本作に欲しいつつを、与え、アイディアが次々に詰め込まれているが、キビキビとした素晴らしいテンポが維持されていて、かつ素晴らしく満足できる物語を、 提供してくれていると評価した。彼はドクターとクララが15分間物語に登場しなかったことを称賛した。ガーディアン氏のダン・マーティンはジャンルと形式に肯定的であり、ドクター風が常にそうあってほしいほど狂気に満ちて恐ろしいと述べた。インデペンデント氏のニーラ、デブナスは本作のプロットが壮大なスケールに合う素晴らしいものだったと綴った。 ラジオタイムズのパトリック・マル・ケインは適切なミステリーや論理的なプロット及び収容施設を高評価し、特に死の舞踏に着目した。彼は本作に少量以上のオシャレ探偵の要素が含まれているとも指摘した。イグンのマーク・スノーは10点満点中8.7点と評価し、第7シリーズ後半で暫定的に最高のエピソードであると述べた。彼は、 ユーモアやスタイルを称賛し、劇中の脅威が不気味に迫り来るものではなかったことと、第7シリーズ後半のエピソードほど壮大でもなかったことを指摘しつつ、その分一エピソードに収まるものであったと論評した。SFX のニック・セッチフィールドは、本作に星4つをつけて、パロディに飛んでいることに触れた。彼はリグを絶賛し、スターリングも傑出した演技をしていたと評価した。 デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは否定的であり、星二つ半だけをつけた。彼は本作がシリーズの穴を埋めるための作品であるように感じられ、またリグのキャラクターが大げさに喋るシワの入った老婆として描写されている台本を批判した。しかし彼はスターリングのキャラクターによって与えられる情緒的な深さと演出を称賛した。ドクトル風マガジンで グラハム・キブル・ホワイトは肯定的なレビューをした。彼は本作について非常に素晴らしい名前を含め全ての要素が本物の輝きを放っている非常によく練られた物語だとコメントした。またギリフラワープ人については徹底した悪役だと評価しドクターが前編の3分の1に登場しないことを大胆だと高評価した。さらに ドクター不在で物語を進行させたバストラ、ジェニー、ストラックスも称賛した。なお彼は本作に対する不満も述べており、トリプルノーミソスプリッターのようなものに、言及し続けることに不快感を抱き、現代で、アーティとアンジーが登場する場面については広角目で、あるという胸の主張をした。ターゲットコレクションの一部として、2021年3月11日に、 ペーパーバックとデジタルフォーマットでの小説版発売が予定されている。執筆は脚本家マークゲーティスが担当する。ありがとうございます。